もうやだやだ、あの子なんでいつも意地悪ばかりしてくるんだろう。私はこう見えて殺し屋なんだし、あの子のことも始末できたら楽なのに。あ、何これ、ヘイトノート。こん、死神はリンゴしか食べない、地獄の案内人ゴクちゃんだぜ。え、嘘、死神ってリンゴしか食べないんですか。じゃあワンちゃん毒リンゴでやれる可能性も。ちげえちげえ、ほらあれだよ、名前書くと死ぬノートに出てくる死神。なんだ、死神にとどめを刺せると思ってワクワクしてたのに。おっかねえこと言うなって。みんなは実際にそんなノートが手に入ったらどうする？今日のお話を見ながら考えてみてくれよな。建物ごと組織を始末する依頼完了。彼女の名前はガーナ・アルカラム。まだ小学生ですが殺し屋として活躍しています。手際が良かったわね、ガーナ。彼女はガーナの母親、シュガー・アルカラム。同じく殺し屋で子供たちの憧れの存在。厳しくて恐ろしいと思いながらも、ガーナはシュガーのことが大好きでした。爆弾の扱いにも慣れてきたんだよ。いいことだわ。なんだか今ノリに乗ってる感じ。お母さん、私もっとたくさんたくさん始末したい。ターゲットはどんな人でもいいからさ。その言葉は聞き捨てならないわね。いいいい、ガーナ、私たちがやっていることは。わわ、お説教、そんなの聞きたくないにゃ。ピューッと逃げ出すガーナ。シュガーは呆れながらその後ろ姿を目で追っています。まったく、調子がいいのはいいけれど、なんだか心配ね。さっきの授業のガーナ、めっちゃかっこ悪かった。先生に答え聞かれたのに、わかりませんしか言えなくてさ。あんな問題簡単すぎて幼稚園生でも楽勝なのに。くぬぬぬ。ここはガーナが通っている小学校で、目の前にいるのはクラスメイトのスー。ガーナはみんなと仲良くしたいと思っているのですが、スーは何が気に入らないのか、ガーナに意地悪ばかりする子です。授業中に悩むことなんて他の子もよくあることじゃん。スーだっていつもテスト満点なわけじゃないでしょ。わからない人のことをバカにするのはいけないんだよ。いやいや、ガーナが低レベルすぎるから言ってんの。ああ、ガーナと喋ってたらバカが映りそう。早く帰ろうっと。あ、ちなみにガーナ以外の子たちは今日うちに来る予定なんだよ。一緒にケーキ食べたり、プリンセスドレス着たりして遊ぶの。え、何それ、私も一緒に遊びたい。ダメ、ガーナは仲間外れだもんね。スーはクスクス笑いながら教室から出て行きました。他の子は気まずそうにガーナに謝りながら、今日はスーと遊ぶねと去っていきます。ガーナはクラスメートたちを見送りながら、モヤモヤで押しつぶされそうでした。もうやだやだ、あの子なんでいつも意地悪ばかりしてくるんだろう。私はこう見えて殺し屋なんだし、あの子のことも始末できたら楽なのに。学校では普通の子供のふりをしていますが、ガーナは殺し屋。爆弾だって扱えますし、彼女がその気になればスーなんてすぐに吹き飛んでしまいます。スーの怯える顔を想像するだけで笑いがこみ上げてきました。そうだよ、いっそ仕返ししちゃおうかなと思ってれば、お父さんとお母さんにもバレないだろうし、私をバカにするスーがいけないんだもん。あ、ブツブツと文句を言いながら歩いていると、道端に黒いノートが落ちていることに気がつきました。登校の時はこんなものなかったはず。妙にまがまがしいオーラに誘われるように、ガーナはそのノートを拾い上げました。何これ、ヘイトンノート。ディスノートのパクリかにゃ。ガーナはノートの表紙をめくりました。するとそこに予想もしていなかったことが書かれていたのです。嫌いな人を消してあげます、その人の名前を書き、写真をノートに貼ってね。やけに可愛い文字でポップに書かれていますが、内容はひどく恐ろしいもの。とはいえ嘘くさすぎて信じる気にはなれません。こういうの中二病って言うんだっけ。ふざけて書いたのかな。でもちょっと面白いかも。写真はちょうど遠足の時のものが配られたばっかりだにゃ。
2の部分だけ切り取って、これでよし。別に何か起きるわけじゃないけど、少しすっきりしたかも。2はこのノートのおかげで命拾いしたな。まだ始末しないでおいてあげよ。ノートをカバンに入れて、ルンルンと鼻歌混じりに歩き出したガーナ。嫌な気分はすっかり晴れて、帰宅後も家族と穏やかに過ごすことができました。しかし次の日。皆さんおはようございます。おはようございます。あれ？スーがいない？スーちゃんはお休みです。なんで？と子供たちから声が上がります。スーは健康有料児で、これまで学校を休んだことがほとんどありません。理由は言えないかな。とにかくお休み。さ、今日の授業に取り掛かりましょう。担任の先生はまるで何かを取り繕うようにスーの話題を終わらせました。子供たちはそれ以上突っ込みませんでしたが、ガーナはハッとしました。もしかして私がヘイトノートにスーの名前を書いたから？嫌いな人を消してあげますと書いてあったあのノートのことが思い浮かびます。今もカバンの中に入っているのですが、昨日から開いてはいません。ガーナはそっとノートを取り出してみました。まさかね、ただの偶然だよね。え？ガーナちゃん、どうしたの？なんでもありません。ごめんなさい。授業中は静かにしましょうね。はい。ガーナはヘイトノートを再びカバンの中にしまい込みました。しかし、心臓はバクバクと激しく動いています。なぜなら、ノートにはガーナが書いたわけではない。恐ろしい文字が浮かび上がっていたのですから。ふぅ、なんとか学校ではいつも通り過ごせたけど。ガーナは帰り道の途中で公園に立ち寄り、今一度ノートを確認しました。やはりそこには消去完了の文字。これ、このノートの力で数を消したってこと？今朝の担任の様子を思い返してみると、怪しい部分がありました。スーが休んだのが体調不良なら、そう言えばいいだけなのに、理由は言えないと話していた。もしかすると、突然失踪してしまって、学校どころではなくなったのではないだろうか。子供たちを不安にさせないために、事実を黙っていたんじゃないだろうか。そんな考えが頭をよぎります。どう見ても普通のノートなのに、こんな赤文字が浮かび上がるはずないにゃ。ノートはずっとカバンの中に入れていたし、誰のいたずらでもない。ってことは、ヘイトノートは本当に嫌いな人を消すことができる。その時です。こーら、そこはどかんかい。はっ！現れたのは、この辺りに住んでいるおじいさん、ジーノ。いわゆる雷親父として有名な人です。ガーナは、おとなしくベンチに座っていただけなのに、なぜ怒鳴られてしまったのでしょうか。そのベンチはわしのお気に入りなんだ。子供は座るな。そんなルールないよ。それに他にもベンチはたくさんあるし。そのベンチがいいと言ってるだろ。早くどけ。おいで。年長者は敬うものだと教わらなかったのか。まったく最近のガキはこれだから。学校の方にも指導してやらんといかんな。ふんぞり返って座っているジーノにガーナはもうカンカン。あんたなんか、消えちゃえ！何を言うか、この大バカ者が！うわあんなの許されないよ。でも、このノートが本当に本物か確かめるにはちょうどいいよね。ガーナは素早くジーノと名前を書き込みました。さすがに写真はないから用意しなくちゃ。よし、これを現像してノートに貼り付けて。自分では気づいていませんでしたが、ガーナはこの時笑みを浮かべていました。ヘイトノートの効果を調査するのが楽しくて仕方がなかったのです。明日ジーノじいさんがいなくなってれば、ひひひ、どうなるかな。さーて、探してみるか。ちぇ、つまんねえの。ジーノジー、どこ行ったんだろうな。待って君たち。今、ジーノじいさんの話してた？え？うん。
あいついつも怒ってきてうざいだろ。だから今日仕返ししてやろうと思って家に行ったんだ。ピンポン押して出てきたところに水ぶっかけてやるつもりで用意した。だけど全然出てこない。家の中も覗いたけどいないみたいだし、公園にもいない。あいつ家と公園のどっちかに必ずいるのに。そっか。確認。やっぱりジーノじいさんもこのヘイトノートの力で消えた。すごいすごいすごい、私最強になれちゃったじゃん。ガーナはすっかりこのノートの虜になっていました。これがあれば怖いものはないとさえ思っていたのです。殺し屋がヘイトノートを持つなんて、鬼に金棒どころじゃなくない？ガーナ、おにゃー。お兄ちゃんか。何をそんなに驚いて。彼女はガーナの姉、ショコラールカラム。ガーナを探していたようです。鬼に金棒がどうのこうの聞こえたけど。あ、なんでもない。ま、いいわ。今日は私と組んで仕事に行くはずでしょう。黙って家を出ちゃダメじゃない。そうだった。ごめんなさい、ちょっと用事があったの。もう済んだから仕事に行けるよ。今日のターゲットは厄介よ。情報は確認してきた。いい、それも忘れてた。まったく。名前はトレイ、20代男性、元傭兵で今は殺し屋。頼まれれば善人でも子供でも手にかける極悪非道なやつよ。用心深いから姿は滅多に見せないけれど、母さんが写真を入手したわ。ショコラはそう言ってトレイの写真をガーナに手渡しました。これもらってもいい？構わない。私はもう顔を覚えたから。それじゃ用心していきましょう。はーい。ここがトレイのアジトね。気配はしないけれど注意して。何が起きるかわからない。って、ガーナ、何してるのよ。そんなに慎重にならなくても大丈夫だって。トレイならあっという間に始末できるんだから。私たちが油断すれば失敗も十分あり得るのよ。厄介な相手だと言ったでしょ。それにここは市街地も近い。爆弾なんて目立つ手段は選べないし、念には念を入れて。ふふふ、私には秘密兵器があるの。は？じゃーん、これだよ。ガーナはショコラにヘイトノートを見せました。すでにトレイの名前を書き込んであり、さっきもらった写真を貼り付けているのです。何これ？ヘイトノート、嫌いな人を消してくれるんだよ。トレイはこのノートのおかげでもうじき消える。だから心配する必要なんてないの。あんた何を。へえ、面白そうな話してんじゃん。しまった、俺が消えるって。はっ、こんなガキ二人に何ができるってんだよ。ガーナ、大丈夫だよ。お兄ちゃんもうすぐだから。ノートにバッチリ名前書いたし。ガーナは全く焦りを見せず、ヘラヘラと笑っています。ムカつくガキだな。わけわかんねえこと言ってんなよ。へへー、余裕ぶっていられるのも今のうちだよ。それはこっちのセリフだ。トレイは隠し持っていたナイフを思いっきりガーナに。ガーナ、無事。突き立てる前にショコラに刺されてしまいました。完全にガーナのことしか見ていなかったトレイの隙をつき、距離を縮めていたのです。お姉ちゃん、余計なことは。はあ？もうすぐで目の前から消えるトレイが見られたかもしれないんだよ。消去完了の文字も出てこない。ノートじゃなくてお姉ちゃんが始末したからだ。ページだけ消費してもったいないことしちゃったな。いい加減にしなさい。ひっ。そんなわけのわからないノートを信じるなんて何考えているの。私たちは母さんと父さんに厳しく指導され、自力でターゲットを始末する術を身につけてきたでしょ。そんなもの捨てなさい。いやだよ、これは私の宝物なの。ふざけないで。ふざけてない。もう知らない。今日のことは母さんに報告するから。最近のガーナは仕事への態度が良くないって聞いてたけど、想像以上だったわ。
がっかりよ。ショコラはそう言ってガーナを置いて帰ってしまいました。仕事への態度が悪いというのは、ガーナがターゲットは誰でもいいからもっとたくさん始末したいと言ったことに対してのシュガーからの評価でしょう。お姉ちゃんのバカ、私は私なりにいろいろ考えてるのに。もやもやする。このノートは本物なのにあんなに否定してさ。帰宅してからもショコラはガーナのことが許せないという態度で接してきました。もやもやは募るばかり。そしてガーナは深夜のテンションもあってとんでもないことを実行してしまったのです。お姉ちゃん本人が消えれば信じてくれるかな。あ、ダメだダメだ、私なんてことしてるの。家族を消そうとするなんて最低。急いで消さないと。あれ、消せない、どうして。焦ったガーナは涙目になりながら必死に消しゴムで文字をこすり続けます。するとじわじわと赤文字が浮かび上がってくるのです。そんな、あ、いやだ、お姉ちゃんを消さないで。これなら、あ、ダメだ、赤文字が、うわぁ、うわぁ。ガーナは自分の手でショコラを消してしまったのです。後悔してもしきれず涙が止まりません。お兄ちゃん、お兄ちゃん。本当に消えてしまったのか確認するためガーナは部屋を飛び出しました。私最低だ、これまでもずっと最低だった。トレイはともかく、スーとジーのじいさんはターゲットでも何でもなかったのに、ちょっと意地悪なだけなのに消しちゃったんだ、私が。これまで全くなかった罪悪感がどうしようもなく込み上げてきます。ガーナは自分が強くなったとうぬぼれ、他人の命を軽んじていたのです。だからこそヘイトノートを使ってしまった。誰でもいいからたくさん始末したいなんて言ってしまった。お母さん。あら、どうしたのガーナ。お兄ちゃんはここにはいないけど、何かあったの。あ、私ね、私のせいでお兄ちゃんが消去されて、お姉ちゃんだけじゃない、スーもジーのじいさんも、ごめんなさい、どうやって償えばいいの、こんな大変なこと。震えながら泣き崩れるガーナにそっとシュガーが寄り添いました。ガーナ、人一人が消えるのがどれほど重大なことなのか分かった。私たち殺し屋は人の命を奪う、そこには責任が伴う。私たちは快楽殺人鬼じゃない。仕事としてターゲットが死に値するかどうか判断して、そして始末する。神でもないのに同じ人間の立場で命を奪うのは大それたことなの。綺麗事を言うつもりはないわ。だけどその事実を忘れてはいけない。ガーナは最近の自分がひどく思い上がっていたことを改めて痛感しました。命とは本来重いもの、そんなことも忘れていたのです。ごめんなさい、ごめんなさい、どんな罰でも受けます。お姉ちゃんを取り返したい、スーもジンのじいさんも。だからこのノートについて一緒に調べて、お願いお母さん。その必要はないわ。お姉ちゃん。ショコラはケロッとした顔でガーナの前に現れました。なんで、私が消しちゃったんじゃ。そんなノート信じるなと言ったでしょ。あなた、まんまと母さんに騙されたのよ。え？シュガーはガーナの頭をぐしゃぐしゃと撫でた後、ネタバラシをし始めました。最近のガーナの態度は目に余るものがあったから、この辺でお灸を据えておこうと思ってね。そのノートを作ったのは私。赤文字が浮かび上がるのもただの仕掛けよ。そんなわけないよ、実際にスーもジーのじいさんも消えたんだもん。あれはね、夜中のうちにあなたが誰を消したいのかこっそりノートを見て私がやったの。と言っても始末したわけじゃない、
豪華な旅行をプレゼントしたのよ。はあ、特別な旅行にご招待します。ただし今すぐ出かけられるならという条件付きです。また今後周りの人に親切にできると誓える方限定です、なんて手紙を添えてね。さらにシュガーは態度に改善が見られなかった場合、旅行の代金を後々請求するとも付け加えていました。スーとジーのじいさんは旅行につられ家を飛び出したのです。スーは今頃両親と共に海外旅行を、ジーのじいさんは高級温泉宿を満喫しているでしょう。私が手配した人たちがスーとジーのきちんと旅行先に送り届けてくれたことも確認済み。先生は？スーが欠席の理由を教えてくれなかったよ。前にガーナと海外に行って学校を欠席した時、クラスの子たちがずるいと騒いで大変だったと先生おっしゃっていたから、次からはこういう場合は欠席理由は教えられませんと言ってはどうですかと助言していたの。そんな単純な理由で。ま、あと数日もすればノートに名前が書かれた人たちも戻ってくるでしょう。トレイ以外は。お姉ちゃんもお母さんの計画のこと知ってたの？まあね、私へヘイトが向くようにあえてガーナを厳しくしたんだし。でもいくら覚悟していたとはいえ、名前を書かれたのは多少ショックだったわ。ごめんなさい。あ、だけどすぐ消そうとしたんだよ、何度も何度も。消えなかったのもお母さんの仕掛け？あなた鉛筆じゃなくてペンで書いていたんじゃないの？あ、まったく、そんなことにも気づけないなんてよっぽど焦っていたのね。だってお姉ちゃんが消えちゃうのかと思ったらどうしようもなくて。よかった、本当によかった、全部嘘で。自分の態度を反省できた？もちろんだよ、これ以上ないってくらい反省した。勘違いしてたよ、私たちは殺し屋だからこそ命とは何かを考えないといけないんだね。ええ、その通りよ。そう、なんだか久しぶりだね。学校に来てくれて嬉しいよ。ガーナ、これ。え、何？お宮じゃなくてただのプレゼント。これまでひどい態度とってごめん。心を入れ替えるから仲良くしよう。はあ、うん、もちろん。今日はいい天気だな。ああ、ご本。わあ、ジーのじいさん、またどけって言う？いや、ベンチはたくさんあるしな。だがやはりここが好きなんだ。一緒に座ってもいいか？邪魔にはならないようにするから。うん、一緒に座ろう、ジーのじいさん。ガーナは嬉しくて仕方ありませんでした。シュガーの手紙のおかげでスーもジーのじいさんも親切になり、まるで人が変わったよう。旅行代金を請求されないようにという理由だと分かってはいますが、二人ともつきものが落ちたように穏やかな顔になっているのも事実です。イッヒヒー。なんだ？なんでもないよ。俺もどうにかあのノートを作ることはできねえかな。それこそ死神に聞いてみますか？いや、あいつに関わるとろくなことがなさそうだからやめておくわ。ああいうのはエンタメだから楽しいんだよな。ですね。それではバイバイチー。少しやりすぎたかと思ったけれど、結果が早くてよかったわ。ヘイトノート、お世話になりました。ありがとう。さようなら。